ハーレドホッセイには、アフガニスタン出身、アメリカ在住の小説家、医者、タジク人。また、2015年現在、国連難民高等弁務官事務所の親善大使を任命されている。カーブルで生まれる。1970年に、父がイランのアフガニスタン大使館に赴任したために、テヘランに移り、ついで1976年に、 フランスのアフガニスタン大使館勤務になったためパリに移る。その後ソ連のアフガニスタン侵攻が始まったために帰国を諦め、1980年に家族でアメリカに亡命し、カリフォルニア州3のゼに移り住む。カリフォルニア大学医学部を卒業し、1996年から内科医師として働き始める。2003年にカイトランナーを発表し、作家デビュー。 当初は全世界で1000万部を超えるベストセラーとなり2007年に映画化された2006年国連難民高等弁務官事務所でアメリカ施設団の一員として1年間働く2007年に発表した第2作千の輝く太陽も同年の年間ベストセラーとなったカイトランナーはカブールの裕福な家に生まれた少年が1970年代からの クーデター、ソ連軍の進行、引き続く内戦から2001年のアメリカによる空爆に至るまでの過酷な経験を描いている。ありがとうございます。